らっしゃいませ。よく来たな、小高くん。来たわね、小高。では、試験勉強を頑張りなさい。あれ、パパ、小高とはもういいの？ああ。何の話だ？パパが断るごとに小高の様子はどうだって聞いてくるから、何か大事な話でもあるのかなって。で別にそんな頻繁に聞いとらんわ。隼人から頼まれているからな。気にかけるのは当然のことだ。よくわからない人だな。じゃあ小高、私の部屋で勉強しましょう。ここよ、ほら入って。ああ早く。これは。うまく取れてるでしょ。あのバカ、なかなか隙を見せないから苦労したのよね。これお前が取ったのか。デジカメでこっそり。盗撮じゃねえか。怖っ、こいつ怖っ。なんでまたそんなことを。ほらほら見てこれ。これもしかしてこの前の。うん、夜空から買い取ったの。はあ、餓心昇胆って言葉があるでしょ。ああ、恨みを忘れないように毎日薪の上で寝たり、苦い肝を舐めて生活を送り、復讐を果たしたっていう故事から生まれた言葉だな。つまりそういうこと。毎晩寝るときに夜空のバカ面を見ながら、夜空のかぶったカツラの匂いを嗅ぐことで、あいつに味わわされた屈辱を思い出して、いつかあのバカをとっちめてやるって気持ちを奮い立たせてるの。いつかあのバカをギャフンと言わせてやるわ。柏崎瀬名、いろんな意味で恐ろしい女だ。なあ、どう？何？あ、いや、この問題だけど。それは解いてあげたでしょ。あの、答えだけじゃなくて解き方が分かんなくて困ってるんだが。はあ？なんでこんなのも分からないのよ。バッカじゃないの？あった！もう自分でやるよ。さっさとしなさいよね。ったく、こいつ人に教えんのに向いてなさすぎだろ。失礼します。お飲み物をお持ちいたしました。お久しぶりです、小高様。進展の方はいかがですか？まあ、ぼちぼちです。さようですか。よろしければお使いください。それではごゆっくり。小高、ステラから何もらったの？なんでもない。ステラさん、謎の人すぎる。見せなさいよ。やめろ。見せなさいよ。何見てるのよ。別に何も見てねえ。ああ、勉強飽きちゃったからゲームでもしない？ゲームってお前。まあ気分転換にちょっとやるくらいならいいけど。オッケー、じゃあこれね。ああ、それなら小鳩とやったことあるな。お前も持ってたのか。最近買ったばかりなの。小鳩ちゃん、これのアニメが大好きなんでしょ？おう。こないだブルーレイも全巻揃えたの。まだ見てないけど、今度小鳩ちゃんがうちに来た時に。小鳩連れてこなくてよかった。魂ごと打ち砕け、ナインダイブスブレイカこれで私の10連勝ね。初めは完全に初心者だったのに。私って何をやっても天才なのよね。悔しいが否定できねえ。で、もう夕方じゃねえか。結局全然試験勉強にならなかったし。ああ、俺
そろそろ帰るわ。失礼します。お嬢様、小高様、お食事の準備ができました。え、だって食べていきなさいよ小高。ああ。ごちそうさまでした。じゃあ俺はそろそろ。小高君。はい。今夜は泊まっていきなさい。いや、泊まっていきなさい。はい。この家来ると調子狂うんだよな。理事長、背中を流そう。結構です、遠慮します。相変わらず君は慎み深いな。ハヤトならば何も気にせず石鹸を投げて起こしてくるところだ。しかし気にすることはない。気にするっつーの。どうかね。はい、いいと思います。こうしているとハヤトに初めて銭湯に連れて行かれた時のことを思い出す。時に小高君。はい。うちのセナはもしかして学校でいじめられているのではないか。あ、そんなことはないと思いますけど。そうか。実は先日セナが頭にイカ焼きやら焼きそばを乗せて帰ってきたことがあってな。信じられないかもしれないが本当のことなのだ。そんなことが。セナがこれは自分にふさわしい最高のヘアスタイルだなどと抜かすので、あの時は厳しく叱ってしまったのだが、冷静に考えてあんなたわけた髪型があるとは思えん。あれはプライドの高い娘だ。いじめを受けたのをごまかすため強がりであんなザレ言を言ったのかもしれんと心配になってな。そうですか。あの理事長、最近セナの部屋に入られたことは。いや、高校生になったあたりから私が部屋に入るのを嫌がるようになってな。まあ、あの年頃の娘なら仕方あるまい。理事長、実はあなたの娘さん変態ストーカー化してますよ。なんて言えねえ。まあ、いじめを受けてるなんてことはないと思いますよ、多分。だといいが。もしもセナがいじめられてるようなことがあれば俺が絶対に守りますから。だから安心してください。そうか、そうだな。頼んだぞ小高君、君ならばセナを任せられる。あ、はい。で、任せる、なんだか大げさだな。まあ、いいか。自分がどんどん取り返しのつかない状況になっていることにこの時の俺はまだ気づいていなかった。夜空、いつか見てなさいよ。